はい、皆さんこんにちは。今日は2024年1月4日の木曜日です。今日はね、家の近くでね、富士山が綺麗に見えてたんでね、富士山が綺麗に見えるところへ走っていこうということでね、とりあえずだるま山レストハウスってところまでね来てみました。今日のお供はね、ヤマハ WR250X モータードになります。よろしくお願いします。このね、だるま山レストハウスのね、この奥のね、なんでしょうね、このテラス席みたいになってるところとかからね、駿河湾の向こうに綺麗にね、富士山が見えるんで、ぜひね、このだるま山レストハウスのところを走った時はね、こちらへ寄っていただいて見てください。こんな感じで、駿河湾のね、入り組んだ感じのところを、その向こうにね、富士山が綺麗に見えます。まあ、ここにね来るときはとりあえず皆さんのねご安全を祈念いたしまして合唱したいと思います。合唱ご安全に。まあこんな感じでね、いつも綺麗に見えてるとは限らないんで、なるべくね下の方で富士山がね綺麗に見えているときに出かけて行ってもらえるとね、まあ確実に見えますんで、そんな感じで出かけていったらよろしいかと思います。でね、今日はね富士山が綺麗に見えているんでね、皆さんにね西伊豆スカイラインからの綺麗なね富士山をお届けしようということで、これからね西伊豆スカイラインへ向かっていこうかと思います。でここがねもう西伊豆スカイラインに入って、とりあえず眺めがね開けたあたりのところから動画をねスタートさせていきますけど、とりあえずね今のだるま山レストハウスの方からですとね、北側からね南に向かって走るようになるんで、眺めはいいんですけどね、駿河湾も右手に見えたりしますが、どうしてもね富士山北側にあるんでね、南に向かって走ってる時は富士山見えないんですけど、それでもねこの開けた眺めとね、伊豆半島のね山の東側にあるね山の向こうにね相模湾の方もねちょっと見えたりするようなところもあるし、非常にね開けています。でも山のね完全な尾根のところを走ってますんでね、あまりね大きな木がなくて、で割と見晴らしがいいね、まあ、そんな感じの道がね、まあ西伊豆スカイラインの特徴的な感じですね。だから道路のね両側に割と大きな木がなくて、ね、何でしょうね、笹みたいな感じのやつが生えてるような、まあ、そんな感じの開けた、ね、景色を楽しみながらね、でまあワインディングを楽しめるんですけども、センターラインはねだいたいあるんですけどね、まあなんていうかね、路肩にエスケープゾーンがほぼないので、まああんまり飛ばすことをおすすめしませんけど、あとね、まあ、標高がね 800m とか 900m とかそれぐらいになっちゃってますんで、まあ、真冬に走る場合はね朝とかは凍結してる恐れがあるんで、暖かい日のね、まあ、お昼頃の、ね、一番気温が高い時に走るのがよろしいんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、日当たりがね割といいところなんで、日が当たっているところはねこんな感じで路面もね乾いているんでね、真ん中のあたりは大丈夫なんですけどね、一番北の方は割と日陰のゾーンが多いんで、そこはねちょっとね路面が湿ったような感じになってて、多分グリップがあんまり良くないと思うんでね、その辺はねちょっと注意して走ってもらえればよろしいかと思います。でね、もうこんな感じでねずっとね両側笹みたいになってるね、ちょっとねここ以外ねあんまりこんなとこ伊豆半島にもないんだけどね、非常にね見晴らしのいい、まあ荒涼としたねそんな感じの景色ですね。非常に美しいですよ。でもうね遠くまでね見渡せるような感じで、とてもね眺めがいいところです。駿河湾もね非常にね眼下に見えるような、まあそんな感じのね非常に美しい、ここはね確かね日本ツーリングコース100選とかね、なんかちょっと名前ははっきりわかんないですけど、そんなのにね選ばれてるぐらいの道なんでね、非常に楽しいです。まあ楽しくね走れるんですけど、ここはね車で走ってる走り屋さんみたいな方もいらっしゃるし、自動車専用道路じゃないんでね、自転車も走ってることもあるんで、その辺はね十分注意して走っていただきたいと思います。でもうね南のねエンドが近づいたんで、途中 U ターンしましてね、でここからね北に向かって走っていきますんで、北に向かって走るってことはね正面に富士山が見えてる、まあそういうところが多くありますんでね、北に向かって走るときはさらにね眺めが良くなりますんで、まあそんな感じでね行って、往復でね走られたらよろしいかと思いますよ。でねこのね上のね本当の尾根を走ってるところの両側笹ゾーンはね、右手の方の伊豆半島のね真ん中のあたりのね、まあ市街地があるようなところが開けて見えて、箱根のね山なんかも見えてね、で本当に高いところからだと相模湾がねちらっと見えたりしますんで、なかなかにね眺めのいいところです。本当にねこういう感じの荒涼としたね風景がね素晴らしいですね。で走っていてね、そんなにね路面はよろしくないんですよね。伊豆スカイラインの方が路面状態は全然いいので、まあ走るんだったら伊豆スカイラインの方がね楽しいんですけど、まあこちらのね西伊豆スカイラインはちょっと伊豆スカイラインにはないね、また別の眺めのね楽しみ方がありますんで、まあこちらのねところですと割とね山の隙間から富士山が見えるような感じになるんでね、伊豆スカイラインの場合はねこう大きくドカーンと見えるんですよね。そうじゃなくてねこう山のね間から、ここ今見えてますけどね、正面ぐらいに見えてますけど、あんな感じで富士山が見えてくるんですね。まあこんな感じの富士山が美しいかと思います。ずっと見えてるね富士山っていうのも綺麗なものなんですけどね、やはりこういう山の間から見えるとか、コーナーを抜けたらねその先に富士山が見えるとか、そんな感じがね割と美しいっていうかね、そんな感じに私は思いますけどね。でここはねとにかく高低差がね割とあるんですよね、尾根のところを走ってるんで、まあそんな感じなんでね、走っていて非常にね眺めがいいし楽しい道ですよね。でここはね駿河湾が見えて、あと戸田のね漁港のあたりが見える駐車場ですね。でねひとしきり景色を楽しんだとね、またさらに北の方に向かって走っていきますけど、とにかくねもう眺めのねこの良さは伊豆スカイラインと西伊豆スカイラインどっちがいいかなってね本当に悩むぐらいのね素晴らしい道なんですけど、こちらの場合はね自動車専用道路じゃないので原付でもね走れるってところがいいところかと思うんですよね。伊豆スカイラインの方はね有料道路の自動車専用道路になってますんでね、まあ、原付は走れないんですが、こちらはね原付も自転車も走ることができますから、まあ125くらいだったらね十分走れると思うんで、まあ走られたらよろしいかと思いますけどね。
とにかくね、もう眺めがね非常にいいので、であとね、ここはねそんなに大きくないんですけどね、車を止めれるところが眺めのいいところにはありますんで、まあそういうところでね泊まって、ひとしきりね眺めを楽しんで写真撮影なんかもできますんでね、まあそんな感じでね伊豆を堪能していただける、まあいい道かと思いますんでね、ぜひ遊びに来た際はね、この西伊豆スカイラインをね、伊豆スカイラインと一緒に合わせてね走っていただけたら、伊豆をね十分堪能できるんじゃないかなと思います。でまあいつも言ってますけどね、伊豆の道はなるべく南の方から北に向かってね走っていただけるとね、こんな感じで富士山がね見えますね。ですからなるべくね、夏はね雲がかかっちゃうんでね寒いですけど、冬場の方が富士山が見える確率はぐっと高いですから、それに雪をまとってね綺麗なんで、まあこんな感じでね寒さをね我慢してね、でなるべく暖かいような日にね、下で富士山が見えるような時に走っていただけると、こんな感じのね美しい風景がね楽しめます。でここのね駐車場が多分一番富士山のポイントとしてはいいところですね。こんな感じにね写真で撮ると素敵な、ね、富士山が撮影できます。でまたねこんな感じでねひとしきり富士山を楽しんで、また再びね北に向かって走っていくんですけど、ここをね過ぎるとねもう西伊豆スカイラインはね富士山が見えるところがないので、ここをねちょっとゆっくり走りながら富士山をね楽しんで走っています。またこんな感じでね伊豆のね綺麗な景色、富士山などをねご紹介するような動画をねアップしていきたいと思っていますので、またこんな感じのね動画が見てみたいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。